はい、こんにちは、お金を増やす専門家の浅見博です。で今日は、住宅購入で見逃しがちな、ポイントについてお話ししてみたいと思います。特に、一戸建てではですね、修繕費というのを、例えばハウスメーカー側とか不動産屋はなかなかその部分は言ってくれません。実際には10年で100万ぐらいかかると思っていた方が間違いないと思います。ということは、住宅ローンをですね、ギリギリ目いっぱいに借りてしまうと、その住宅の、修繕費が、出てこないと。で10年後になってこう慌ててしまうということがありますので、最低でもですね、一戸建ての場合は月1万円の、修繕費積み立てっていうのを実際にはねやってほしいなと思います。私もハウスメーカーに行った時は、まあ、その辺はもうこう触れたり触れなかったりということで、よく家賃とね住宅ローンが同じですから大丈夫ですよみたいな、トークがあったりします。そこは、もう少し冷静に考えて、修繕費もきちんとね考えておいてほしいなと思いますので、住宅計画の時に見逃しがちなポイントをお伝えしました。今日はここまでです。またよろしくお願いします。